在日イタリア商工会議所は、日国交150周年を記念して5月28日、29日、イタリアアモーレミオを東京六本木ヒルズ大屋根プラザアリーナで開催しますが、それに先立ち記者会見が行われました。記者会見には在日イタリア商工会議所ファントニ・ダビデ事務局長、東京で20年以上レストラン経営をしているフリットリ・マリオ氏らが出席、イベントの概要について説明しました。イタリア大使館観光局などが講演するこのイベントは、イタリアを代表するファッショングッズや車などが展示されるほか、イタリアの伝統工芸やグルメなども楽しめます。入場は無料。イタリアをより身近に感じるいい機会となることは間違いありません。主な出展企業はフェラーリ、アリタリア、ブルガリ、メトロハットなどの一流企業が勢ぞろい。イベント会場ではフリットリ・マリオ氏の手料理も楽しめます。もともとイタリア人の中にあるこのスピリットですね、祭り楽しもうという気持ちでこのイベントを企画してきました。さまざまなイベント、出展、コンサート、ダンス、パフォーマンスなどを行います。